どうも、くまさです。さあ、スケートボードエダーにやってまいりました。今日はですね、天気がいいんですよ、ゆきさん。今までね、ずっと雨だったんですよ。やっぱりね、僕持ってますわ。そしてコロナも緩和が進んできて、見てください、この人。もうね、僕もワクワクが今止まんないっす。いや、今日はね、楽しんで滑っていこうと思います。そしてエダーはドイツで今一番大きいスケートパークと言われていて、まあそういうのもですね、ちょっと中の施設とかも後で映すんで、まあ見てもらえたなというふうにも思います。ではでは、楽しんで滑ってまいりましょう。レッツゴー。 OK、 53秒でした。チェックザマイクメイクショーイットサウンドライトボーイズ。はい、どうぞ。あー、来た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 。さあ、来ました。今日一緒に滑る仲間、ミキさんでございます。ミキさんといえばヴィーガンインスタグラマー。インスタグラマーかな。からのインラインスケーター。そうです。まあ、今日は楽しく滑っていきましょうか。レッツゴー。おお、いいね。あ、ほんとほんと、うまいうまい。ミキさん、今日の目標はバックでスラロームをするっていう。クロスバック。え？できるまで帰れまてんすよ。むずいんすね。今日の目標はこれを飛ぶことです。そして僕のこのスケボーっていうか、この趣味の動画はですね、一つ成長日記にもなっております。ぜひ視聴者さんにですね、僕の成長した姿をお見せしたいなというふうに思いますので、成長日記 Vlog って感じですかね。なので今日これをこれまで僕は帰りません。頑張ります。では行ってきます。惜しくない？今の。いや、惜しかった。もうちょっと頑張って。もうちょっと頑張って。全然しゃべってます。大丈夫です。
超気持ちいい。いけそう。こんなもんす。今日は飛べませんでした。チャオチャオ。スケボー、このビール、いいっすね。うまい。マジでけえ。これ一人じゃ食えねえな。うまそう。ヘルシーにね、サラダも。ではいただきます。